赤いアの西側丘陵から東側を望む。遠方は、稲は白子赤線内、岸定地緑線内、岸定地青線内マイナ -2007 年、追加指定地国土交通省国土画像情報をもとに、作成1976年撮影赤いア沼の植物群落は、福島県藍津若松市北東部にある標高525メートルの構造出現。 国の天然記念物に指定され、日本の重要湿地500に選定されている。赤い家地は、稲わしろ湖の西岸から約1キロメートルに位置する。稲わしろ湖に注ぐ赤い川の谷の出口付近の定地に、所在し、南北に約1キロメートル、東西に約0.4から1キロメートルあり、現在の指定面積は約68.4ヘクタールである。 1928年3月24日に、感知性出現植物群落として指定された国の天然記念物である。当初指定された面積は、約52.8ヘクタールであったが、第二次世界大戦後の食料増産のため、約9.2ヘクタールが、開墾地として、現状変更が許可され、近年まで出現として保護されてきた面積は、 約43.6ヘクタールにとどまった。2002年には、湿原の乾燥化を抑制し天然記念物として保存を図るため、過去に払い下げられ開墾された指定区域内民有地の公有化が行われた。また、2007年2月には、既指定区域の周辺部分の約15.6ヘクタールの農地や原野が追加して指定された。指定地内に木道などは整備されておらず、 出現内に立ち入ることはできない。北方系植物の依存赤い味は、標高が525メートルと比較的低標高で、あるが、1928年の調査によると、自生する植物199種のうち、ツルコケモモ、ホロムイチゴ、ホロムイソウ、ミカズキグサなど36種もの植物がサファリンと共通する亜カン植物であると報告されている。これは、 日本の最終表記である約2万年前までに北方系の植物が南下していたものが依存したものと考えられている。陸化型構想出現また、データンドームの下に湖清掃が確認されている日本では珍しい陸化型構想出現である。これは、 4から5万年から2万年前にかけて、現在の稲わしろ湖の水位が20メートルほど高かった頃、この地は、その小稲わしろ湖に含まれ、湖底には、赤い鉢層と呼ばれる湖清掃が堆積していった。2万年前頃、小稲わしろ湖の水位が下がり、周辺が陸化された後も浅い沼地となり、さらに植物遺体によって、で、農業開発との調整や赤い鉢の保護の歴史は、 八ち周辺の農業開発とその利用との調整の歴史でもあった。古くは17世紀に屈削された赤い川の流域外へ通水する赤い八ち西川の用水堀であり、第二次世界大戦後では土地改良のため、本来赤い川の谷の東端を流れていた道川を赤い八の東側近くに付け替えた。また、戦後の食料増産のため、 指定地内の湿原を現状変更し、開墾地とした。これらの農業開発によって、赤い野地からの排水が強まり、乾燥化を引き起こし、非湿原植物である赤松、すスきス、シマキザサの侵入が著しく、天然記念物としての価値が損なわれてきた。保存管理計画の策定そのため、藍津若松市教育委員会では1992年から、 福島県教育委員会では1994年から赤いやちの学術的価値の再検討と現状把握を目的に総合的な学術調査を実施し、その結果に基づき報告書が作成された。また、この調査結果に基づき、1999年には赤いやち復元保存のための指針となる赤いやち沼の植物群落保存管理計画が策定され、 2001年8月には1967年の協議以来定まっていなかった天然記念物の管理団体に合津若松市が指定された。保存管理事業の実施保存管理計画に基づき、赤い八南川で実施された福島県営補助整備事業により、指定地出現と寒地農地の間に干渉地として、非農用地が創設された。この事業に伴い、 赤い川の付け替えと斜水板設置が施され、湿原からの漏水防止が図られた。2007年2月の湿原周辺部の追加指定後に、その一部として、この日農用地が2008年9月に公有化された。現在、周辺堀の付け替えなどが行われ、湿原保全状況の確認のため、湿原復帰予定地及び湿原内の植生調査が定期的に行われ、 出現内地下水位については自動計測が行われている。将来計画、構想将来的な活用計画では天然記念物学習の場としての出現内の木道整備や赤い焼エコミュージアムが構想されているが、現在、策定された保存管理計画の見直しが検討されている。エゾ林道、岩ウ、ラン、サギスゲ、サワラン、バチバショウ、ガシは もう全語家、やちすぎらん、やまどり全米、わ、ま、たすげ、ありがとうございます。